やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日のお題は、じゃん。中国が戦争準備を本格化しているというニュースがありまして、それについて占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。私のやる気につながります。最近冬に差し掛かってきて、体がもう重くて重くて、もう今日ちょっと辛いなっていう日もあるけれど、鞭を打って頑張っております。はい。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ということで、何のニュースかと言いますと、これは、ヤフーニュースで、菅バイデン会談。バイデン氏は中国を怒らせたっていうのをイギリス氏が書いていて、過去には中国がアメリカに勝つまさか発言もな、このニュースのタイトル超わかりづらいな。はい。バイデン氏が勝利すれば、この国は中国に乗っ取られ、中国が勝利することになる。大統領選の際、しきりにこう訴えていたトランプ氏。バイデン次期大統領は中国に対してどんな対応するのか、トランプ氏同様、強硬路線を取るのか、それとももうトランプ氏の予言通り弱腰になるのか。バイデン氏の中国に対する過去発言を振り返ってみる。例えば2017年には、中国には成功してもらいたい。中国が我が国に勝つって、彼らには十分なエネルギーもないし、十分な水もない。また2019年には、中国が我々に勝つって、まさかだよ。彼らはシナ海地域と西側山間部の間に生じている大きな分断にどう対応したらいいかさえ分かっていない。彼らはシステム内にある腐敗にどう対応したらいいか分かっていない。彼らは悪い人たちではない。我々の競争相手にはならない。まるで中国の脅威を軽視した中国は無能だとでも言わんばかりの発言をしたそうです。はい。で、そんな中、過去の対中発言に対する批判を払拭するかのような姿勢を、バイデン氏は、菅首相との初の電話会談で示した。日米安保条約を日中の係争地である尖閣諸島にも適用すると宣言したのだ。で、それによって中国は怒って尖閣の権利を主張。で、もう一個のニュースを見ると、中国が戦争準備を本格化。制服組トップ。体制転換に言及、台湾などの緊張を睨むっていうタイトルで、私ほんと政治占ってるくせに政治全くわかんないんですよ。制服組って何？そんなことも知らないの？みたいな感じですよね。ごめんなさい。知らないの。制服組って何？後で調べるわ。制服組トップの、お名前が読めない。トップのあの方が、能動的な戦争立案に言及。習近平国家主席は、アメリカの新政権発足後も台湾や南シナ海をめぐる緊張が続くと予想し、戦って勝てる軍隊の実現を目指してもいるようだ。このニュース長いけど、とにかく国営新華社通信によると、戦争準備の動きを強化するとか、潜水艦、偵察機、戦闘機、ロケット軍の対艦弾道ミサイルが動員されることになりそうだと報じた、みたいな感じで戦争準備を本格化しているっていうニュースですけれども、コメント欄見ると、ヤフーニュースのね、そんなのは前々からだよって言って、冷静に言ってる方もいるし、どうなんでしょう。台湾に、もう本当に近々仕掛けてくるのか、尖閣諸島に仕掛けてくるのかっていうところが気になるのでちょっと見てみようと思います。あとは、もし中国とアメリカが今全力でガチで戦ったら勝つのはどっち？中国とね、同じく中国と日本が全力で戦ったらどうなるか。まあね、日本はダメだろうなってなんとなく思うけど。では、台湾に中国仕掛けてきますか？イエスかノーで。イエスかノーって。台湾に中国は仕掛けてくるのかどうか。なんか台湾って日本の富士山より高い山があの狭い島の中にあるらしいね。その山に何かこう基地っていうか見張るものを作ると、あの辺一帯がもう全部見通せるみたいな。そういう感じで台湾っていうのはめっちゃ中国にとって大事らしいですっていうのをね、最近知った。そんな大きな山があるんだみたいな。台湾に近々仕掛けてきますか？悪魔だ。すごい悪いカード出たじゃん。悪魔だって。どうすればいいの？対策。フール。対策注意点がフール。かなり変わったっていうか、気候。あの、奇妙な行動の気候ね。すごい変な行動でもって、
攻めてくるかもしれない。なんだろう、怖いもの知らずなんですよ、このフール愚者。怖いもの知らずの若者が旅に出ましたみたいな感じなので、怖いもの知らずな感じで、よくわかんない、理解できない方法でガーッ来るかもしれない。はい、では尖閣諸島に対しては近々仕掛けてくる可能性はありますでしょうか。はい、ズバリ尖閣諸島に近々仕掛けてきますか、中国。おー、悪魔にタワーってさ、すごいの出すね、タロットさん。タワー、そんなにやばかった。どうしたらいいのか、対策が悪魔なので、対策とか注意点ね。これ結構、両方悪いとね、なんだろう、手の施しようがない感じなんですよ。対策でいいのが出たら、こうすれば、ちょっと、なんとか、乗り切れるかもよみたいな感じなんだけど、対策もこんな感じだと厳しいね。はい、淡々と占っております。じゃあ両方イエスって出たので、じゃあ台湾に仕掛けてくるのはいつか、これな、近々でしょ、何ヶ月とかで見ようか、何年で見ようか。じゃあ今から1年12ヶ月見てみますね。はい、ズバッと出ました。ほう、今2020年11月に死神、2020年12月、この11、12、直近のこの11月12月がめちゃめちゃ悪いのね。死神と太陽の逆、ここすっごい気になるね。めっちゃ悪い。あとはさっきの占いとリンクさせると、この辺、フールのカード？フール自体はいいカードなんだけど、逆位置じゃないけど、待ってね、11、12、1、2、3、4、5、6、来年の7月、8月あたり、あ、ここもか、6、7、8、来年の6、7、8月が怪しいかな？そのくらいかな？とにかくなんか直近のこの11、12月が、なんかめっちゃ暗い影を落としているんだけれど、全体をね、取り巻く、キーカードが節制の逆なので、節制の逆、これお金の流れ、気持ちの流れがとても悪いみたいな感じが台湾にとってかな。そうね、これ台湾目線で見てるから、怪しいとしたらここかな。もう直近11月12月か、来年の6、7、8月がちょっと怖いかなっていう感じ。はい、では尖閣諸島、はい、ズバッと出ました。尖閣諸島は全体のキーカードが恋人で良かったので、この1年はそんなに悪くないかなと思いきや、ここにタワーの逆が出てんだよな。11、12、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9、来年9月にタワーの逆が出てる。ここすごく注意したいところですね。来年の9月、私は覚えているだろうか、多分覚えてない。あ、でも全体的なキーカードと対策がこの1年に関しては恋人が出てるし、これなんか関係が良好とかで、対策が戦車なので、戦車戦えってこと、戦えみたいな感じ。不穏といえば不穏か、まあ、ここかな、9月かな、まあ、今もあんま良くないね。今の11月も陰者の逆なので、超ネガティブな感じも出てる。そのくらいかなぁ。まあ、1月もあれだね。来年1月年明けもフールの逆なので、何か変なことしてくるかもしれない。はい。そんな、時期としてはそんな感じです。では、もし中国とアメリカが全力で戦ったら、勝つのはどっち？これどうやってみようかな。中国、アメリカ。中国、アメリカって出るようにしよう。はい、中国とアメリカ全力で戦ったら勝つのはどっち。ここまず中国出します。じゃん、皇帝強そうなの出た。じゃあアメリカ、じゃん、釣り人、めっちゃ中国の方が強そう。中国が皇帝でしょ、でアメリカがなんか長期的な忍耐、我慢、努力、長期戦になりそうみたいな。なので
まあ、これもね、全否定じゃないけど、長期的な努力忍耐の末に報われるみたいなカードではあるけど、どっちかというと強そうだなって思ったのは中国かな。皇帝、王様がね。じゃあ、中国と日本全力で戦ったらどうなりますか？なんかこれはもう占わなくてもいいような、なんか占ったら逆に怖いような気もするけれども。はい、ズバリ、中国と日本全力で戦ったら、中国をまず出します。せーの、じゃん。忍者、哲学者ですね。頭脳戦で来るか。そして日本、せーの、悪魔の逆。ほう。あ、でもいいカードだった、悪魔の逆。そう。日本と中国が戦うと、中国は、なんかね、こう、武力でガンガンって来るんじゃなくて、頭脳戦みたいな感じできそうですね。なんだろう。例えば、ハッキングしてくるとか、そっち方面、インターネットとか、なんか、そういう感じかな。なんかね、暗い感じでしょ？うん、なんか、地上で何か戦争するみたいな感じじゃなくて、暗い部分、目に見えない部分で戦ってきそうみたいな感じがします。で、それに対して日本は悪魔の逆なので悪循環、悪い環境から脱出するみたいな。これはね、ポジティブな意味なんですね。なので、これはどっこいどっこいな感じになりそう。どっちも良いカードなので、これはどっこいどっこいかなっていう感じかな。なので、いきなりなんか中国がミサイルだとか、こう、ザ戦争みたいな、武力でどうにか日本にしてくるみたいなことは多分なくて、なんか見えない部分からこう、来るんだろうな、みたいな感じがしました。はい。以上、中国が戦争準備を本格化っていうニュースについて占いました。いかがだったでしょうか？じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。